ただきます。どうも皆さんこんにちは、ゆうりでございます。今日はですね、皆様に前回作ったね、あの韓国料理の方を食べる動画になっているんですけれども、ここでね、ここで食べたものをですね、ちょっと紹介して、食べたものじゃないな、食べて感想とかを紹介してね、皆様に今後作っていただくかいかないかっていうところをね、判断していただければと思うんですけれども、そういう動画なのかちょっとよくわかんないんですけれども、食べたいと思います。それではいただきます。じゃあまずはこれからですね、いただきます。安定の味ですね。チンしたからサラダなどしのれちゃってる。通常のヤンニョムってどんな味なんだ。なんかもうちょっと照りが足りないですよね、やっぱこれ。今自然光で撮ってるんですけど、照明つけなくていいもん。具材をちょっと失敗した、キンパです。なんか海苔巻きって感じ。ちなみに今日はコーン茶を飲んでます。美味しいけどね。でもナムル入れたかったな。こうやって食べてみよう。いただきます。普通に美味しいんだけど。で、このチヂミにつけるのは醤油に、お酢、そしてラー油を入れてます、適当に。ではこのちょっと失敗したかもしれないチヂミ食べてみます。確かにちょっと小麦粉しか入れてないので、ほぼだからなんか味的には結構粉っぽさはあるんですけど、全然まずいとか食べれないとかっていうのはないです。結構私好きかも、これぐらい粉っぽさがある方が。でもあれで超簡単、あ、私入れたの良かったかも。粉もんとご飯、これつけてみます。ナムルは市販のナムルの素を買いました。では、よっぽき。
やっぱり出来たてが一番美味しかった。辛っ。辛くなってきました。でも美味しい。出来たてを食べたかったな。昨日なんでこうなったかって言ったら、もうね、作り終わったのが本当にもう11時過ぎぐらい で、夜ご飯食べ終わった後に作ったから、もうどうしても入んないって思ったし、美味しく食べたいなって思って、じゃあなんで今日作んなかったのって話なんだけど、スペシャルキンパ、うわ、めっちゃお行儀悪いとお母さんに怒られそうな図を私は今からやりたいと思います。あ、重い。あ、いただきます。If you're a YouTuber, you're probably using this. はい、ということでね、今日食べてみたんですけれども、本当にね、全部ね、結構ね、私の中では上出来なので、皆さんが食べたらどう思うかとか、本場のね、韓国の視聴者の方もね、私の動画にはいらっしゃるんですけれども、そのね、方々が見てどう思うかっていうのはね、ちょっと申し訳ないところではあるんですけれども、私的にはすごく美味しかったですし、ね、随時こう作っていきたいっていうか、まあ、これお弁当に入れたいなと思って今残そうかなと思ってるんですけれども、またお弁当に入れて、お弁当も韓国ってめっちゃ良くないですか。まあ、でもこのニラは結構大変かなと思うので、それ以外のものを入れて作っていったらめっちゃいいじゃんと思っています。そんな感じです。それでは皆さん、今日も一日見てくださいましてありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。この料理をもうちょっと他の料理、こういう国の料理作ってはどうですかとかっていうのがあったらコメントいただければ、私どんな国の料理も頑張って作りたいと思いますので、できる範囲でですね、ぜひコメントいただければと思います。それでは皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いできることを心よりお待ちしております。お帰りの皆様はあちらの出口になっておりますので、どうぞお足元を気をつけてお帰りくださいませ。それでは、さようなら。バイバイ。